今日は怖い話をします。なんでバビミカ。でもさ、私さ、うん、ホラー映画、うん、絶対見れないのね。全然見れる。めっちゃ好きじゃん。めっちゃ好き。本当に見れなくて、なんかこう脳裏に残りすぎて一人でトイレもお風呂も入れなくなっちゃうから、うん、ほんとクソビビリだから、うん、見れないんだけど、怖い話好きなの。あ、みんなで怖い話するの。私さ、一人で家真っ暗にして夜ホラー映画見るの好きなのね。変な人でね、だから怖くないから怖い話を怖く喋れないのよ、うん、怖いと思ってないから。バビミカ、怖い話ある？昔、うん、高校生の時の体験で、私別に霊感幽霊見えるとかいうタイプじゃないのね、うん、なんだけどよく金縛りに会ってたの、うん、今もう疲れすぎると金縛り会うんだけど、うん、高校生の時いつもこうやって寝てたのね、授業中、うん、でこのまんま金縛りによく会ってたの、うん、この状態で動けないみたいな、うん、なってて、でその日もああまた動けなくなってるわーって、で金縛りってなんか見えてるの、あの周りの、うん、目は閉じてるんだけど全部見えてて音も聞こえてる状態なのね、ただ動けないだけみたいな、で誰か触ってくんないかなって思いながら、うん、机の下パッて見たら誰かがめっちゃ睨んでたの。めっちゃ怖くない？ほら怖いでしょ。怖いじゃん。私も今撮れた。普通に怖い体験してない。え、そう。え、誰かがめっちゃこうやって睨んでんの。めっちゃ怖い。だってでも金縛り自体は取れないから、うん、誰か助けてって思われた。怖くない？めっちゃ怖い。怖いじゃん。何なの？バビミカ。なんか私は21歳ぐらいの時に、うん、そのパリに15から20歳まで住んでて、うん、帰ってきて、うん、ちょっとだけ一人暮らししたのね、うんうん、で、その時あのカンカン海岸の、うん、ザ・アパート、うん、に一人暮らししてたんだけど、もう友達が女友達じゃない、うん、4、5人絶対いたの、うんうんうん、もうみんなの部屋みたいになっちゃってて、うんうんうん、6畳一間みたいな、うんうん、6畳持った12畳一間みたいな、うんうん、で、カンカン海岸のそういうアパートだから、うん、ギシギシ言うし、うん、で普通一人で住まなきゃいけない、うん、からその4人とかさ、女の子が5人とか集まるとさ、うん、夜中とかギャーギャーやり始めるじゃん、うんうん、でしたら下の人が多分なんかなんだろうね、うん、こう棒で下がゴンってやってきて、うんうんうん、結構それが大きい、うん、ゴーンみたいな感じ、うんうん、みたいな、うん、やってたんだけど、もうだんだんその下の人も敏感になりすぎて、うん、別にうちら静かにしてるのに、うん、ちょっとした足音でゴンってやってきたりなっちゃって、うん、もうそうなったらうちらもちょっと話違うくらいみたいな、うんうんうん、別にギャーギャーしてないしってなって、うん、うちらもうちらで足でガンって、うん、やってで向こうがゴンゴンって2回やったら、うん、ガンガンガンって3回やるみたいなのやり合ってたのね、うんうん、でいつもうそれをやって半年ぐらい経った時に、もうあの1年契約とかでも、うん、別にもう、うん、その住まないって分かってたから、うん、もうこの下の人と喧嘩してもいいやモードになってたの。でその友達もね、その4人ぐらいで、うん、である日本当に夜中ただトイレに行きたいがためにこうやって、でもそれでもちゃんとちらそーっと歩いてたら、うん、バンってやってきたから、うん、カッチン来て、うんうん、バーンって開けて、うん、窓をね、うん、こう下に聞こえるように、うん、うるせんなーって友達が言ったの、うん、そしたらあんたたちがうるさいだーって言われて、うんうん、あーもう無理だみたいになって、うんうん、あのそう3人で下降りて、うん、下に行ってバンバンバンみたいな、うん、ちょっと一回話し合おうよみたいな、うんうん、でシーンってなってて、うん、ねみたいな感じで、うん、終わったのその日、うん、で次の日の夜にその4人でなんかクラブ行こうみたいになって、うんうん、静かに化粧して怒らせないようにね、うんうん、一応静かにこうやってカンカンカンってやってたら下から女の人登ってきたの、うん、おばさんが、うん、カンカンカンって、うん、おばさんめっちゃ棒持ってんのお前やんお前やんって思ってその4人とも
でも怖いじゃん、ボーって言ってる、ね、怖いね、ワンちゃん、うちらで、そのうちらは知らない人のふりしてこう通り過ぎたんで、うん、そのおばちゃんと、うんうんうん、で、そのおばちゃんが向かってった部屋、うちらの部屋だったんだけど、あれさ、うちら出てたら行ってたでしょ、おばちゃん行ってた、ブチ切れて、だから、怖くない、本当の怖い話じゃん、お化けとかじゃないじゃんそう、あれかと思ったよ、なんか叫んだら何も返ってこないけど、ピンポンしても誰もいない部屋でしたとかかってことは本当の怖い話じゃんいやもうあれ、その一回その通りすがった時に、うん、うちらもう4人で目合わせてダッシュでもう道路出て、思ってなかったみたいな、え怖くないみたいな、でそっからも一回ももう夜には帰らずに昼間に行って、うん、全部みんな荷物撤収してって感じで、怖っ、じゃあ怖かった、本当の怖い話やめてよ、ちょっと趣旨違うんだけどホラーって言ってんのにサスペンスじゃん、サイコスリラー、サイコスリラー怖いよ、怖いでしょこれ、それは怖いよ、本当に怖かった、なんか初めてこれから私たちを殺そうとする人とこう横にこう顔も、うん、もう相手はさ何人もいるってなんかわかるじゃん、うん、気配で、いや分かって、だから相手は一人でさ、そうだよ、一人で乗り込むってもうガチでやる気じゃん、うん、で相手も多分さ、うちらが通りすがった時こいつらかなっていうのもあるから、うん、お互いなんかうんうんみたいな、そうめっちゃやばい、あの瞬間怖っ、何その話なんか心霊現象の話してよ怖い話なんか違うんだけど、バビミカ、ちょっともう一個いい、うん、いいよ、これ5年前ぐらいの話なんだけど、うん、25、6、うん、あのギリシャに行ったのね、うん、でギリシャのクレタ島って言って、あのヨーロッパ文明の結構始まりみたいな、うん、でそんなに有名な知らないでしょクレタ島、まあ、だからあんまり日本人の観光客がいないところで、うんうん、結構もうアジア人女の子2人で歩いてるだけでみんな珍しいみたいな、うん、っていうぐらいの、もう島みたいなとこに行ったのね、うん、でそこに行ってレストランに行きたくて、うん、でちっちゃい島だからもう街海終わりなのよ、うん、ホテル街、うん、終わりみたいな、でた、ホテルのロビーの人にすいませんタクシー1でお願いしますって言ったら、はいって言って、あもうタクシーもう来てるよって言われて、うん、でパパって2人で女友達と2人で行ったら、あタクシーだよって言われて、で乗ったの、でもうロビーの人が一応そのタクシー予約するときに、レストランの住所も言ってくれてるから、うん、普通もうタクシー乗ったらさもうそこの目的地に行ってくれるもんだと思う、うんうんうん、あれどこだっけって言われた、うん、場所がね、うん、ではあどんなにあいレストランって言ったら、うん、あ了解って言って、うん、速攻フリーウェイ乗ったの高速にね、うん、えみたいな、そうちっちゃい島だから町ここじゃん、うん、今山こっち行ってるわってなって、まあでもまあなんか夜景が綺麗なレストランだったら上の方にあるやつかなとか、うん、まあだから分かんないからね、うん、その場所が、うん、かなとか思ってて、でもなんか私ちょっと閉所恐怖症の部分あるから、うん、あの窓を開けたくて、うん、で古い車だったの、うんうん、だからこう手動、うん、ウィーンってやつ自分でやっても開かなくて、うん、開かないと思って、うん、こうやってやって、うん、ってなってくれたんだ、うん、でその運転手さんにすいません窓、ま、開けたいんですけどって言ったら、うん、開かないって言われたから、うん、え開かないって何だしとか思って、うん、で私のそのもう一人の友達にねえねえなんかこのタクシーなんか変じゃないみたいな、うん、だってもうしかも10分ぐらい乗ってたもん、うん、山道になっちゃってて、うん、変じゃないって言ったらうん知ってるよって友達が言って、今からバビに言うからキャーとかワーとかわめかないでねって言って、うん、で日本語だから通じないじゃん、うん、相手に、うん、え何って言ったらこのタクシーメーターないんだよねって言ってきてタクシーじゃねえこれタクシーじゃねえ終わったって思って、うん、えキャーとかワーとか絶対バビ言わないでってその子言って、うん、だからうちら気づいてないふりしようみたいな、うん、うん、分かったみたいな、でスピードが弱まった瞬間に古い車だから自分でオンとオフできるから、うん、ドアね、うん、こう開けて、うん、最悪降りるときに腕から降りるって、うんうん、腕折れても走れるからって、うんうん、降りるときにバンって降りて、うんうん、元スパイ友達FBI やってたその
足から行ったらさ折れちゃったらもう無理だから、そうだから腕って着地だよって言われて、うん、うん、分かったとか言って静かに靴脱いでって言われて、うん、静かに靴脱いで、うん、もうこんなんよ二人と、うん、本当はもう手とか、うん、そうだよねって言って、でも私は最後の望みをかけてその運転手さんに、ねえねえ、うん、この道うちらが行きたいレストランじゃないですよね、うん、って聞いたの、うん、英語で、うん、そしたらその人が知ってるよって言ってきて、とりあえずうんってなってもうその瞬間にもう相手も知ってるよってこの、うん、このミラーでうわ笑ってきて、終わったってなって、でさ友達がせーので出よって言って、うんうん、って言って一応追いかけてこないように全お金も出したの、うん、で全お金を そばに置いといたの、ここに、うん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 、最悪さこの野郎って追いかけようと思った時にここに金あったらいいやって思ってくれるかなと思って、ね、うん、金も置いて、うん、せーのバンって開けたら、うん、向こうもビビってそんな行動出てくると思わないから、うん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 、なんか出してきたのこのガチャンか、えもうそれは見てないんだけど、うん、すぐバーンってそのちょうど相手もスピード緩めたから、うん、それでワーンってなってそれこそバーンって一回バウンドして、うん、いたみたいな、うん、なって二人でうわーって森の中走って逃げてって、そしたらそいつもうわーって追いかけてきて、お前すごいな、もう傷だらけみたいな足、うんうん、で歩幅前進にして変えて、もう足痛いから、うん、バチバチなんかあの、うん、森の中だからさ枝とかさガチガチなんか突き刺さんのよ、うん、靴脱いでるし、そうで靴脱いでる、だってヒールだったの、ヒールか、そうそうで これで行って、うん、木の後ろとか2人でこうやって隠れて、うん、2人でこうなってて、うん、死ぬのは今じゃないから、うん、絶対生きるからとか言って、映画今じゃないからとか言ってでそしたらそいつがちょっと諦めて、なんかそいつの影とか音とかしなくなって、うん、車のライトの色、うん、なんか光もなくなって真っ黒になってシーンってなって、うん、で2人でまたバーって走ってみて、でその時すごい友情を感じたのはね、私がバーンってこけたの、うん、でそしたらその子が私のこと引きずってそうやった瞬間に大泣きしながらみたいになって、そしたら1台の車がバーって来て、Help me! みたいな、うんうん、Help me! ってやったらお母さんと子供が乗ってる車で、うんうんうん、もうあんたたちどうしたのみたいな、うんうんうん、全部説明して早く乗りなさい早く乗りなさいとか言って、で2人とも後ろに乗って、でももうありえないことが起きちゃってるから、うん、勘繰りがすごくて、うんうん、これホラー映画で言うとさこのままそいつんちさっきのやつに連れてかれそんなパターンないこれホラー映画で言うと、まあまあまあ、王道のね、そうそう、あの安心ホテル着いたって思ったらさっきのやつの家だったパターンだよねっていうのがあったんだけど、まあなくて、うん、ホテルまで連れてってくれて買ったそうっていうね、ごめん長くなったね、リアルな怖い話やめてって言ったじゃんすごいな、これもギリシャのクレタ島誘拐事件、やばいでしょ。バビミカ、私がしようと思った変な話が小さすぎてああそうなんだわじゃあとかって終わりそうだから、すごいもう何にも話せないこの話の後、いやマジで、いやそんな命がけ私ないわそこまでの、めっちゃ怖かったあれは、まあ、海外すごい行ってたからね、うん、その有名じゃない国だったり、うん、治安悪い国とかも超行ってたから、で女の子2人でいつも行ってたのよ、うん、そのエミと、さすがに女2人で知らない土地の治安悪かったりさ、いう場所は危ないね、うんうん、危ない、私1回ぐらいかなそういう怖い目にあったのって、なんかあまあ大きいのは、うん、なんか痴漢にあっただけなんだけど、うん、地元でこう高校か中学の時帰ってたら、うん、結構暗い道を歩いてたの、近道だったから、うん、そしたら後ろからバッて抱きつかれて、怖い、そうで友達だと思ってたから地元だからね、おいって振り返った、全然知らないおじさんだったらで引き剥がしてで、はい、そのそいつも負けない、もうめっちゃこう来るわけ、で危ない危ない、その時まだ怖いっていう感覚も脳にいかないぐらいアドレナリン出てるから、はいはいはい、もうバーってやって戦ってダッシュで逃げたの、でチャリンコ止めてるとこまで行って、はい、チャリ乗ってから震え止まんなくなって、そうだよね、そっから2日間家出れなかった、いやわかる、でも暗かったから顔もわかんないし、うん、特徴もわかんないから警察とかで聞かれてもわかんないのよ、うん、捕まえようもないんだけど、う
あれぐらいかな、一番なんかやばかったの。その他なんか電車の中で変な人に絡まれたりとか、なんかそういうのは大阪結構あるあるだから、まあ、あ、そうなんだ。そう、急に、だから去年ぐらいもあるよ、大阪帰って電車乗ってたら、ペットボトルで、あの、電車の中のこうさ、シルバーの棒みたいなのが立ってて、あそこバンバン叩きながらずっと歩いてくるおばちゃんがいるの。まあ、でもたまにいるのよ、それ。なんか、まあまあ、東京にもね。そうそうそう。で、あ、来てる来てる来てると思って、通り過ぎてくれと思ったら、私の横に座ったの。終わったと思って、で、ずっと、これぐらいの声量でなんかをブツブツ言って。ああ、でかい。そう、結構大きめで、なん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 とかで一人で怒ってて。うん。でパッて私の方見て、うん、私だとそれで、うん、私前見ててね、うん、この距離で、わたーってめっちゃ叫ばれたの。うん、私動けないし、周りの人も全員前見て、もう全員動けないみたいな状態。で、なんか、もう、その時はそれこそ怖いが追いついてなくて、イラついてて、こいつマジ、こっちも大人だしね。そう、ね。もうええねんとかと思ってて、うん、でも、何してもおかしくない人じゃん。まあ、正直。危ないよ。だから、その私のカンカン階段のおばさんと一緒に。そうそうそう。切れたら、そう。わかんないから、何も言い返すことはしちゃダメだと思って、もう次の駅がちょうど降りる駅だったから、パッて立ったら、その人も立ったの。やめて、と思って、で、降りるじゃん。その人は降りずに、ドアの、ほんとここまで来て、私をずっと見てたの。で、私をずっと見てたの。ずっと見てたの。たまにいんのよ。威嚇やば。威嚇の仕方やば。怖い。めっちゃ怖い。一番怖いのは、まだ電車に乗ってる人たちだよ。確かに。降りてよって。もう全然あった電車。学生の時も全員の足を踏みながら歩いていく人とか、ね。やば。やばいよ。いたいた。変な人。リアルな怖い話したかったわけじゃないよ。お化けの話したかった。お化けのちょっと経験なかった。こういう話でもいっぱいあるから、またさせて。あ、しよう。そう、海外経験のね、こんな話いっぱいあるから。聞きたい。チャンネル登録してください。チャンネル登録してほしいから、チャンネル登録してくださいって言って。あ、今それ撮るの？うん。あ、チャンネル登録してください。ん？いや、硬い硬い硬い。チャンネル登録してください。あ、チャンネル登録してください。